こんにちは、キムです。今日は、私の幽霊様、4話で覚える表現は、オジラビ・ノルタ。オジラビ・ノルタです。発音は、オジラビ・ノルタ。オジラビ・ノルタです。オジラビ・ノルタは、前裾が広いという意味で、必要以上に他の人のことに関与することで、おせっかいのことですね。否定的な意味で使う場合が多いです。では、私の幽霊様ではどう使われてるか見てみましょう。どうぞ。근데 셰프님 진짜 많이 아픈가? 어? 빈속에 약 먹으면 속쓰릴 텐데. 죽이라도 좀 싸다 줘. 아, 됐다. 뭐가 이쁜 놈이야. 어휴. 아유, 오지랖도 병이야. 아유, 피곤해라. はい、最後にオジラプと病やと言いましたね。このオジラプだけでは、辞書的には前裾を意味しますが、このオジラプだけ書いておせっかいの意味で使う場合もあります。他の言い方もありますけど、オジラビ島だ、オジラビ島だ、オジラビ島だ。じゃ、オジラプ떨だ、オジラプ떨だ、オジラプ떨だ。二つともオジラビ널다のおせっかいと同じ意味になりますが、このオジラプ떨다、オジラプ떨다は上から目線の言い方なので、使うとき気をつけてください。最近新しくできた言葉もありますが、オジラプに英語の何々する人の ER をつけて、おせっかいな人のことをオジラポと言います。オジラポ、オジラポ、オジラポ。はい、今回はここまでです。おせっかいな人に悪い人はいないと思うんですけど、過度な人の心配は逆効果になることもありますので、気をつけましょうね。じゃあ、では次回も楽しみにしてください。じゃあね、バイバイ、さようなら。